あとドクターマリオもね以前使っておられましたが、そうですね、ドクターマリオ。さあルイージを選択、ルイージディディですね。これ自分の知識を間違ってたらすいませんですが、ルイージはかなり滑る、バナナを食らった時にかなり滑るんで、滑るはずですね多分。なので、そういうところにもね、狙いがあるのかもしれませんが、まだキャラクター決まってませんよ。ルイージ、さあルイージですね。そう、エッジさんはディディコングではないのか。おっと、ディディコング、はい、ディディコング、ディディディ。さあ、ステージはもう決まりましたか？決まったかな？あ、決まった。はい、じゃあ、好きなタイミングで始めてください。さあ、行きましょう。敗者側の決勝戦、エッジ VS ロン。ステージは終点、キャラクターはルイージ VS ディディコングです。さあ、これですね、滑りすぎですね。さあ、バナナからのか、お、空中エネを暴れている。この空中エネ発生が非常に早いくせに1本飛ばす。さあ、クヌー。さあ、ファイアーボールとルイージはね、非常に強力な飛び降りファイアーボールがありますが、ディディコング今ね、先ほどから、バナナですね、中距離の要。さあ、このふわふわとしたね、落下のルイージ、先ほどとはね、打って変わって、まあ、打って変わってないですね、プーミンコふわふわしてました、すいませんでした。さあ、ここはしっかり待ってから下投げしました。バナナのね、判定が出る瞬間に投げることによって、投げ無敵がついてるんですね、今作の。そんな、まあ、他の作品にありますが、今作は長いんですよね、無敵が。さあ、しっかり合わせてきた。そうそう、さあ、バナナを持ったルイージ、これバナナ投げられて、あーっと、今の狙ってましたね。さあ、これですね、バナナからの上 B、 非常に怖いですね。さあ、下京からクーマへ、もっとクーマへでしっかり暴れているルイージ。さあ、バナナ滑っている。さあ、やはりですね、ルイージバナナを食らった時のモーションが非常に、滑るので、ディディコングもね、遠くから当ててしまうと火力が取りづらいというね、状況になるのでしょう。さあ、空中後ろを読み切っている。ルイージの空中後ろ非常に飛ぶ。さあ、空中前へ、判定なら負けていない。上スマッシュ、スマッシュは取らず。しかし、下京からの上スマッシュが繋がらない。さあ、下京、さあ、上スマッシュ見せていく。さあ、お互いにも撃ってみて、空中前へ。さあ、これはどうやって空中にいくか。さあ、空中後ろ、これは崖上がり攻撃が、これは狙ったのか、それとも壊したのか、どっちにしても HT しっかり反応してからの攻撃です。掴んで、下前から、これは空中後ろ。さあ、撃墜。ルイージといえばね、アップデ前には下投げからのサイクロンで非常に猛威を振るっておりましたが、今でも下投げからの火力は健在です。さあ、空中前、ここでサイクロンで上がってくる。このサイクロンの上がり方がまたいやらしいですね、非常にうまい。さあ、掴んでから空中後ろ、この火力、先ほどからロン・ルイージ掴んでからの火力が非常に高いですね。さあ、掴んで下前から空中後ろ、的確 84%。 さあ、空中後ろ、しかしこれは逆転していくぞ。崖を登ってきて、着で暴れている。さあ、掴んで下投げ、空上 116%。 さあ、これはもう空中後ろや上スマッシュが当たってしまうと撃墜のパーセントではないでしょうか。さあ、HD、ここはしっかり取っていきたい、パーセントを取っていきたい、慌てずにいきたいところですが、うわっとー、なんだそれは。バナナ回収しに来たやつを追い払いました。まさかの飛びすぎ、すごいですね。ロンさんが初めて出てきたね、あの広島でもなんかすごい USB を立ちましたって見てくれたんですね。あの時はまだ QB さんが竜使ってましたね。竜にね、対して横スマッシュ当ててるっていう動画があります。キャラクター変わってます。さあ、変わりました。エッジシーク、さあ、シークといえば、第何回か見られましたが、スマワードで非常にお願いしてますね。さあ、ここで最後ね、逃げていく、崖に逃げる、崖にね、先ほども、アクシーンと激闘を繰り返
った。さあ、違うタイプの進行になるでしょう。さあ、ここで空中前からの長所で、しっかり混ぜを100%。やはりルイージの弱は判定が変わるのが上がるので、空中へ。そう、空中前、空中前へ行く。しかし、シークといえばこの片身を見る。大逆転、これは痛い。誰もがロンさんの勝利をほぼ確信していた状況でしょう。それを見事覆したキングエッジ、素晴らしい逆転ですね。素晴らしいですね。さあ次の試合はどんなドラマが見れるんでしょうか。さあキャラクターをカーソルに手が伸びましたよ。エッジ選手もディディとシーク2キャラ、そしてロン選手もキャラクターを複数持っています。さあかぶせ合い、これまたねスマブラの醍醐味ですね。スマブラの大会はねかぶせ合いですから。さあマリオ対シーク、さあここで空中へ、空中へね、上下のなく空中へ展開力を狙ったのでしょう。さあ空中前へ3回目入らないと。お互いに複数のキャラクターを超高レベルに仕上げている者同士、いい試合が見れますね。さあ掴めない、マリオにとってはねやはりシーク掴みが命でしょう。掴んで下行、上行掴んで上行もう追いつかない、火力高いね。さあ火力が高いの 17%、 もっと上手い、上手からめっちゃ。さあマリオ掴んで、おっと左車を狙っていた。さあここも実は落ち着いてマリオをさばいていきたい。エアボールからの空中しろ、マリオの空中しろ、本当にねが、あっとウエスマッシュうまい、こっちに来るのも見越してましたね。ウエスマッシュがもうやった時には掴んで、これからこれは逃げれるが、あっと逃げても意味がない、でもそこには触れぬ。さあ、くれ、もしかして、ああ、さあ、ここは上にいた、もしかして上にいたと思いましたが、上にいても、だからさあ、ポップ中将、うまい、避けている、もうこういうふうに切ってますね。さあ、ここは、
あと張り付いてるぞ。これはね、よくあるやつ。あこれはくれん、おー、あった、くれた。さあ、水で浮かせて、そのままマンションでさよなら。マリオ、マリオの、必殺技2つを駆使した、見事な撃墜でした。さあ、キャラクターはディディコングに戻る。カウントは、ロン選手が2で、2対1。さあ、4戦目ですね。4戦目、ステージはお互いずっと終点ですね。どちらも終点です。さあ、ここは回避しない、回避した方が痛いということですね。さあ、ここはしっかり回避を取ってね。で、そこ目標が当たらない。やはりシークと比べてリリーコングは体が小さいのもありますから、コンプの変化があるでしょう。あっと、これは、あーよくこれは、あーでも、あ、撃墜しないか、しない。さあ、先っぽじゃなかった、そうですね、効果音的に多分先端じゃなかった、先端が当たるのは多分コンパクトだよ。さあ、出しておいて。さあ、ここはしっかり拾わずに、しっかり火力を取っていきながら来るのかな。そうそう、やっていく。キャプテンが下手から使うと、上投げからの空中ショー。さあ、これはしっかり上 B で早めの暴れ。あーっと、これは撃墜はしない。下から外れる。バナナ挟まれてるぞ。あーっと、早、反応が早すぎる。この下京2連発の間に上スマッシュを入れ込んでいる。反応の速さと判断の速さ。さあ、ここでサイクロン、サイクロンじゃない、これは何ですか、トレートレネード、トレートレネード見せていく。サイクロンはルイスでした。トレボル、さあ、ここは出してくれてしまったが、ウエスマッシュ、ウエスマッシュまだ HD に、この生でウエスマッシュを当てるのが非常にうまいですね。基本的には下京からのセットプレーというのがね、多いでしょうが、さあ、ウエスマッシュ見せていく。これだけでウエスマッシュ見せられてるとちょっとジャンプしづらい。マリオもね、ジャンプからの行動が強いキャラではありますが、さあ、それを抑制されてしまう形になるでしょう。さあ、2回目の中に空中しろ、空中しろ、これですね、非常に強い。さあ、読み切っている。さあ、掴んで、今度ここは空へ、上の撃墜、そっちの火力が高いと、ね、さあ、掴んで、後ろ投げ、後ろ投げない、上投げからの空中しろ。さあ、しかし、負けていない。横スマッシュ 63%、 ファイアボールからクジチロ、クジチロ、しっかりガードしている。さあ、この中距離、まずはどちらが触るか。パーセント的にはまだロンマリオが有利だが、ここで流れが変わるか。空中へ、空中へ。さあ、下京から下スマッシュ、パーセント逆転。さあ、ここでしっかりフリップ、フリップの掴みの方を選択。逃げていった先にはリディがいる。まださ、あ、空中、しかし空中で、しかし暴れていた。くれぬ、さあ、この空中の使い方、ね、さあ、どうなりますかね。まだリディは撃墜しないが、マリオは少し怪しいか。掴んで、これはあと、撃墜はしない。おっと、ここはしっかりバナナ、着地外のバナナを狙っていきました。つかんで、おっと、掴むんじゃなかった、ごめんなさい、先行入力しました。さあ、ここはしっかりゆっくりバナナを当てていきたいところではあるが、ロンマリオはそれを許してくれない。つくえぬ、さあ、バナナが当たって、これは空中前、あっと、空中前ギリギリ、空中後ろだったらもしかしたら、おっと、上スマッシュ、さあ、見せますね、上スマッシュを。あれだけ見せる、おっと、これは流れが変わるんじゃないでしょうか。さあ、後ろ投げ、もうかけばいい、わーっと、空中ショット。さあ、フルカウント、先ほどからフルカウントが続いております。2対2ですね。では次の試合勝った方が
グランドファイナル、グランドファイナルだから秋さんですね。秋さんの待つグランドファイナルに、さあここでキャラクターをルイージ選択して終点、さあ終点が終点だけですかね、この5戦は終点だけの戦い。さあ食えるかな、ちょっとここは下から打たれて食えるでしょ。おっとモンキーフリップを空前で落としていく。さあしっかりモンキーフリップの掴みで、バナナ持ってのあれは本当に強い、相手持ちながら投げができるのはね本当に強みですね。さあ掴んでしっかりここは、おっとクレーンで暴れてきた、ちょっとね失敗してしまったか。さあバナナとバナナを持ったルイージなんだか怖い、不気味です。あっこれは激戦、これは大きいアドバンテージ。さあ思わずガッツポーズが出たロン選手、さあどうする、ここもしっかり鋼の精神で一歩一歩着実に攻めていきたいところ。エッジ選手掴んで後ろ投げ、さあ崖に出てしまう、出してしまえばまだチャンスはある。スマブラは崖で倒してしまえば 0% の意味ないんです。さあ崖を奪って、あっとここでサイクロン、しかしあの滑っている、下側からガードしている、今のクエの読んだのか。さあここはおっとまたバナナを持っているが、ここはさすがに 15% です。さあファイアボールからのしっかりウェビに投げてくる、おっとサイクロンを捨てて上スマッシュ、さあ追いついた、これですね、エッジ選手のこの逆転力、逆転ではないですね。さあ追いついてきました、うまい 45% 期待、クエヌからジャクジャク 62%。 さあバナナ持ちましたよ、バナナ持った、楽しいねこれは。さあおっとバナナを投げていく、見えてきましたね。さあここでしっかり、あとおっと今の左側になるんですね。さあしっかりもう移動する、ディディが移動するその先に攻撃を置いている、このロン・ルイージの先読みの力、あっとつかみ、あっ上ということで敗者側を優勝したのはロン選手です、おめでとうございます。さあということでグランドファイナルは、グランドファイナルは秋 VS ロン、勝者側と一緒ですね。はい、どうする、ないか、オッケー、はい、じゃあはい連戦 OK です。おっとタフガイ、さあどうしますか、変わる、変わるか、はいはい、じゃあ実況の方ルーシアさんに変わらさせていただきます、ありがとうございました。はい、あ、はい、ラグネさんありがとうございます。やはりさすが広スマッシュ隊、非常に聞き取りやすい実況でしたね、参考にさせていただきます。では秋さんいますか、そのままグランドファイナル行っちゃっていいよね、じゃあ行っちゃいましょう。喉の調子戻ってきたのでルーシアはこのまま実況変わっていきます。